わけで今回ホロメンボケツッコミ分布ということで、うちの視点から、まあ、狼ミオから見たホロメンというテーマにですね、分布をしていこうかなと。この表をちょっと説明させていただきます。左側がツッコミエリア、右側がボケなので、この横の線上は、ツッコミ寄りかボケ寄りかってことですね。こっちのねツッコミに寄っていたらもう 100% ツッコミ、もうボケのここギリギリだったら 100% ボケということで、でさらに言うと、縦軸、こちらの縦軸はですね、キレキレ、上の方がキレキレ、騒がしいエンタメ、まあ、うわーって大きな声を出したりとか、おーいみたいな、キレキレなタイプは、上の方。で、下の方はのんびり天然、ホワホワ系ですね。まあ、どちらかというと、ボケとかツッコミとか意識せずに自分が言いたいこと言ってるマイペースなタイプだったりとか、まあ、なんかこう、まあ、どちらかというと超空気を読むがキレキレで、超空気読まないがホワホワみたいな感じです。どっちかっていうとね。はい、まずはね、狼ミオって何なの、どこなのっていうところからやっていった方がいいのかなって思いました。自分自身ですね。まあ、ボケのところもあるしツッコミのところもあって、自分自身ではボケ認識なんですよ。実はね、まあ、言うてうちはでもツッコミの中ではキレキレの方かもしれないけど、もっとキレキレなツッコミするメンバーもいるから、指標としてあえて真ん中ぐらいにしとこうかな。吹雪からいきますか。吹雪はコラボで言うとツッコミ寄りなような気もすんだよな。悩むな。なんかね、吹雪は結構ボケ全振りかツッコミ全振りか、その時によって結構キャラクターをしっかりと使い分けるタイプなんじゃないかなって思ってて、その時のメンバーとかに合わせてしっかりと今日は進行していくぞとか、今日はしっかりと突っ込んでいくぞ、今日はしっかりと大ボケするぞみたいな意気込みがあるタイプなんですよ。それで調整をかけてくるタイプだから、こっちこの辺にしておきますか。はい、お次あきちゃん。最近さ、あきちゃんとさ、アークやったりとかしてさ、結構しっかりめなあきちゃんが多いく感じてるんだけど、実はあきちゃんって結構ボケあきちゃんって結構ボケなんじゃないかって、ほわほわのほわほわのボケいやでも、突っ込めないわけではないと思うから、まあこの辺かな。ゼロ規制いっとくか。じゃあまずはソラちゃんからいくか。ソラちゃん右下だわやべ、ソラちゃん右下だ。のんびり天然ほわほわボケだ。次、ロボコ先輩は大ボケです大ボケのほわほわ天然の、あ、ロボコ先輩ここかな早い。あずちゃんはツッコミもできる、でもどっちかっていうとキレキレというよりはほわほわ側。うちはあずちゃんとコラボした時にあずちゃんに突っ込むことはほぼなくて、どちらかというとうちが変なこと言ってあずちゃんがちょっと突っ込んでくれるだから、ちょっと同じぐらいにしとこうか、この辺うちと。次、さくらみこ。さくらみこも難しい。さくらみこ一見大ボケものなんだけどただ、さくらみこはどっちかっていうとこっちの大ボケなんだよね。やるときはもうキレキレの超ボケをかますみたいな感じの。ただですね、さくらみこは実はツッコミもこなすんですよ。
なんかさくらみこと大空すばるは同じカテゴリーだね。やっぱいじられることが多いから、いじられるとやっぱ突っ込まなきゃいけないっていう、いじられやすいやつは突っ込みもしなきゃいけないというね、ことになってくるんですよ、絶対に。なのでさくらみこは、まあ、ポンとか天然みたいのもあるけど、基本騒がしいのでこちらにしたいと思います。スイちゃんはツッコミもできる、ただ気が向かないと多分ツッコミはしない。気が向いたらツッコむっていうタイプだと思うんだよね。次あやめいきたいと思います。あやめ、ナッキーであやめ。あやめはね、ほわほわさんなので、ほわほわさんで、まあでもツッコミもできるけど基本ほわほわさんで、うーん、マイペースなんで、そうだな、ほわほわ、ちょっとこの辺いいっすか。うちのあやめ入れさせてもらっていいっすか、この辺。ちょっと右下やばくね、ちょっとぎゅうぎゅうすぎんだけど、これ以上入るかな。まだ2期生までしかやってないんだから。最後に大空すばる、こいつがちょっとクセモノだ。大空すばるはボケだと思うんですけど、もう本来であればこういうボケだと思うんですけど、最近やはり素逆というものがすごいじゃないですか。やっぱりこうスバルをなんかこう、ちょっとスバルが困ることを言ったりとか、スバルがなんでだよーみたいなことを言うようなことを言うと盛り上がるみたいなのがめちゃくちゃ多くて、そうするとスバルはどうしてもツッコミに回らざるを得ない、コラボになるとツッコミに回らざるを得ないという立場に置かれてるんですね、大空すばるは。多分本来であればボケ側の人間なんですけど、なので言うてしまうとみこちと似てるんですよね。そんでもって、でもキレはもうほんと天下一品、もうめちゃくちゃキレキレなので、すばるは本当に本人的にはボケたいのかもしれないけれども、ここは苦渋の選択でツッコミ側に置かせてもらおう。貴重な存在です。大切にしていきましょう。はい、そしてお次3期生いきますか。マリンはですね、コラボになると結構ツッコミかなって思ってる。なんかちゃんとあの面白トークみたいなのもできるし、ボケもできんだけど、コラボになるとちゃんとツッコミ側かなっていう風には思いますね。キレのあるツッコミをしてくれるタイプではあるので、まあスバルとちょっと似てるのかな。まあでも結構あのおかしなことも言い出したりするので、おかしなことも言い出したりするので、ちょいボケ寄りのこの辺にしますか。スバルとマリンってちょっと似てるんだ、属性が。だから二人でいるとなんかね、最初の方じゃないけど、なんかスバルとマリンのコラボなんか変な空気になったりとかしてたんだ、なんか言ってた。ペコラは難しい、マイペースではある。ホワホワかキレキレかで言うと結構キレキレ側かなとは思うんだけど、超キレキレなわけではないかなと思う。だから真ん中ぐらいで、コラボとなるといたたまれず突っ込むタイプです。コラボになるといたたまれず突っ込んでしまうタイプなので、どちらかというと突っ込み寄りに入るんじゃないかなって思います。次カナタン。もうカナタンはね、ツッコミの星です。多分カナタンはボケ、ソロ配信とかでは結構ボケたりとかもするし、
求められればすごい大ボケをかますことも可能なんだけど、もうみんながいるコラボとかの時にはなんでやーみたいな感じでめっちゃ突っ込んでくれるので、もうかなたはホロライブ1の突っ込みなんじゃないかと今思っている。キレキレ突っ込みです。大空スバルを超えるキレキレ突っ込みのはあまねかなたなんじゃないかと思っている。うちはすごいこの突っ込みの星を、いやコラボだともうかなたんは絶対に突っ込んでくれる。かなたんがいるんならうちもボケていいかと思うぐらいかなたんはツッコミは頑張ってくれるイメージあるな。ラミーは突っ込んでくれる。もうラミーはどっちかっていうと本当は多分本来はボケなんだけど、わかる、その場の空気的に突っ込まなきゃいけない瞬間があって、だから空気を読んで思いっきり突っ込んでくれるタイプなので左上だと思います。どちらかというとやっぱりカナタとかマリンとかそっち系、この辺にいてもいいんじゃないでしょうか。ネネチ、ネネチは突っ込まないと思うので、ネネチは すっごい追い詰められてもあんまり突っ込まないタイプだと思うので、こっち側だと思います。コロネタイプかな。クロエは突っ込む気ないのでこっちです右下行き、右下多すぎる。お次イロハ。イロハはかっこいい、もうかっこいい侍、自分は突っ込みできます、いや何言ってるんすか、突っ込めますよみたいな感じでなんだけど、実際結構ボケみたいなしかも天然どちらかというとこの辺だ、右下だ、完全に右下だ。ラデンはなんか結構頭良さそうなんだけど、ツッコミはまだできなそうで結構パッション熱いタイプだが、ネネやコロネに比べたらまだもうちょい下かなって思うので、ラデンはこの辺かな。ただね、ラデンはね可能性は感じる、ツッコミもいずれできるようになるんじゃないかという期待を込めてちょっとだけ左側にしときましょう。ボケが渋滞しすぎていてやむを得ずツッコミになってしまったメンバーたくさんいるなと、ちなみにうちもそういうタイプなので気持ちはすごくよくわかるなと思います。はい、まあ、こちらね、運営さん公式番組で、キャストアサインする際とかにも、使用していただくと、非常にバランス取りやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、参考にしていただければと思います。すごい、偉そう。